は、プラポッタデコの花姉妹です。今日はスペシャルゲストをお呼びしました。ニコちゃん。ニコちゃんです。こんにちは。ニコくんです。本当は男の子なんです。登場は3回目ぐらいかな。ほんのちょっとだけ昔の動画にも登場してくれましたが、今日お花屋さんに登場するのは初めてですね。じゃあ今日は何をしましょうか。今日はそうだな、昨日食卓周りの花生けをしたので、もっともっと簡単なレベル感で、皆様のお家にもあるワイングラスを使った花生けでもしてみようかなって思います、じゃあ早速ですね、行きましょう。とその前に、前回もご紹介しましたけれども、9月30日、日本テレビのヒルナンデスに登場します。あと、何日、あと楽しみですね。楽しみです。皆様楽しみにしててください。では早速始めてみましょう。レッツゴー。はい、では今日の花材を紹介していきたいと思います。今日はユーカリを用意しました。このユーカリ、いろいろな種類があります。すごくいい香りがしますので、ぜひ、お家でも育てることができますから、試してみてください。それから長持ちするお花として、グロリオサ、赤色や少しオレンジがかったものや、あと黄色があります。とても長持ちします。それからオンシジウムですね、黄色のオンシジウムを用意しています。お家にあるものであれば、こちらのオンシジウムに限らず何でも花は大丈夫です。ミスカンサス、こういったグリーンの葉っぱを用意しました。ミスカンサスは麩が入ったタイプとグリーンのタイプがあります。今回は麩の入ったタイプを使ってアレンジしていきます。そして最後にですね、前回も登場したリンゴです。リンゴ、最初こちらに市場から届いた時にはグリーンでした。それがちょっとずつちょっとずつ赤くなってきて、今とっても美味しそうな状態です。観賞用なので食べることはできませんが、お家のディスプレイなどにも使える、とてもお役立ちの花材です。それではあきこさん、今日は生けてくれますね。はい、生けてみようかな。ワイングラスにお水を張ってます。今日は簡単な、生け方をしてきます。ワイングラスは2個用意していますけれども、これはどうしてですか。1個よりも奥行きを意識した花生けをしていきたいので、2個から3個あると面白い花生けになります。まずはこの、青リンゴをですね、入れておきましょう。バランスとして1個1個よりはこちらも数を変えた方がアンバランスに見えて面白い仕上がりになります。こちらのミスカンサスは本当によく使います。今回ミスカンサスは水の中に入れて涼しげに見せていきたいと思います。このミスカンサスは本当にいろいろなところで使えますよね。今日も体験レッスンでお花選びのレッスンがありましたけれども、ミスカンサスを選んでいる方多かったですね。多かったですね、最後のアクセントとしてミスカンサスを入れるだけで本当にぐーんと花生けがおしゃれになります。ミスカンサスをまずはこのワイングラスの中に入れます。元気なミスカンサス、この茎がしっかりしている部分、お水に入れてあげましょう。先端の部分は水の中に入れてもいいですし、このように飛び出すようなデザインにしても、面白いですね。面白いです。もう一個のワイングラスにもミスカンサスを入れます。ミスカンサスってお花屋さんでどのくらいで売ってるんですか。約10円から30円ぐらいで売ってますね、うちは今日は10円ですね。リンゴも10円で売ってますね、はい。ちょっとシルバーリーフを入れていきたいなと思います。シルバーリーフを入れると色味が柔らかく見えますので、濃い色のグリーンよりはこのようなシルバーリーフがおすすめです。今日はユーカリ。ユーカリでも丸型の葉っぱと少し先端が尖った葉っぱ、それから小さな葉っぱと様々ですが、今日はどうして大きいものを使うんでしょう。
はちょっとこのしなりが欲しかったので、あ、うん、うちが入荷してるこのしなりのあるシルバーリーフのユーカリはこちらですね、うん、お水の中には葉っぱが入らないようにしてきます。しなりが欲しかった理由っていうのが、この2つの花瓶に対してアプローチをしたかったので、こうしなりのあるもので花瓶から花瓶に行くようなデザインにしようかなと思います、うん、そうですよね。強いまっすぐに育っているユーカリだとこういう2つの花瓶にはピーンと出ちゃいますよね、うん、次オンシジウム、これもしなりが欲しかったのでオンシジウムを選んだんですが、他にも例えば宿根スイートピーとか、しなってるようなデンファレとかでも OK です。じゃあテーマはしなり。そうだね、しなりをうまく利用してこの1個の瓶に対してよりは2個3個に対して何か面白いことができたらなというテーマです、うん、じゃあ今日の花材の中でしなっているものとしたら、あ、このルビーグラスかな、うん、これも使えそうですね。使えそうですね、秋っぽくなりそうですね、うん、うーんと。それから、あ、エミューグラスも、ね、こちらエミューグラスですね。それから、あ、面白いところで言うとツルメモドキかな。このツルメモドキは今グリーンになってますけれども、それがどんどんオレンジ色になってきます。ドライにもなるので今とっても人気な花材です。つまみとして短めに販売されているところもあれば、とてもロングで売っているところもあります。はい、しなりのあるオンシジウムをまた入れて、しなりのあるユーカリに絡めましょう。黄色ってパキッとして綺麗ですね。うん、元気が出ますよね、うん、この色は本当に華やかになりますので、うん、花束とかに入れると豪華に見えます。あとは下の方とかにあちらこちらに入れてきます。今日もね、四方見360度綺麗に見えるように作ってます。じゃあ理想はお花屋さんでお花を買って2日ぐらい飾った後にどん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 デザインを変えてお花を短く切って、2回か3回ぐらいデザインを楽しめると、理想ですね、うん、はい、グロリオさん、これちょっと今黄色だけだとパンチが足りないので柔らかい色のこのグロリを入れておしまいにします。はい、完成です。ではアップで見てみましょう。後ろから見ると、あ、クロスしてますね。しなってますね。はい、今日は2つのワイングラスを使って、まずはこのリンゴが可愛く見えるように完成しました。可愛いのが仕上がりました、うん、どこにでも手に入るお花屋さんだったら大体取り扱っているユーカリ、オンシジウム、それから、グロリオサ、リンゴですね、手軽に作れますね、うん、お花屋さんに行った時に同じような顔の大きさのものを買うのではなく、しなってるお花、葉っぱ、実物、いろんなものを買ってみると案外可愛くいけれます、うん、今日のテーマはしなりですね。この手元のアクセサリー可愛くない？これはあきこさんが作ったんだよね、はい、私作りました。最近フラワーアクセサリーたくさん作って お店にも売ってます、うん、そういえば9月30日に放送されるヒルナンデスさんでも、私たちあきこさんの手作りのネックレス、うん、
フラワーネックレスつけてますね、うん、お揃いでつけてますのでぜひチェックしてみてください、うん、それではフラコッタネコの話し合いでした。また明日。今日も最後までフラコッタデコの YouTube 動画を見てくれてありがとうございます。ちょっとした工夫で何気ない暮らしを豊かにしてみましょう。ではまた明日。